パテラス船長の冒険は1866年に刊行されたジュール・ベルヌの海洋冒険小説。この小説が初めて出版されたのは1864年であった。1866年からの最終版は驚異の旅シリーズに含まれる。1863年から1865年のベルヌの3作品も遡ってシリーズに組み込まれた。 ハテラス船長は、イギリスの冒険家、ジョン・フランクリンとの類似点が多い。北極探検を題材とした作品で、この作品が執筆されたのは1909年に、ロバート・ピアリーが北極点に到達するよりも半世紀以上も早い1866年だった。ベルヌにとっては、気球に乗って5週間に続いて発表された2作目だった。雑誌に掲載された当時には、 第一部と第二部の表題がそれぞれ北極のイギリス人たちと氷の砂漠で編集者であるエッセルの意向で結末が変更されたという経緯がある。エドガー・アラン・ポーのアーサー・ゴードン・ピムの冒険の影響を多分に受けたと見られる描写がある。この小説の舞台は1861年でジョン・ハテラス船長を率いるイギリスの探検隊が北極探索へ向かう。ハテラスは 北極の近海が凍っていないと確信しており、何があろうとも北極点に到達することを目指している。隊員の反乱により船が壊れるが、ハテラスは少数の隊員と共に探検を続行する。ニューアメリカという島の海岸で、彼はアメリカの探検隊の船の残骸を発見する。クロボニーは1740年にロシアで、 冬を越すために建造された本物の氷の宮殿について思い出す。探検隊はクロボニーの知恵のおかげでその島で越冬する。クロボニーは炎を起こしたり、氷でレンズや凍った水銀製の弾丸を作ることができ、遠隔操作で火薬を爆発させて白熊を追い払ったりすることができたのである。冬が終わり、海の氷は溶けた。 探検隊はンパ船から船を作り、再び北極点を目指す。そこで彼らは新たな火山島を発見し、ハテラスから取って名前を付けた。困難の末にフィオルドを発見し、彼らは上陸する。3時間の登山の後、彼らは火山の河口に到達した。まさにその噴火口の中に北極点があるとして、ハテラスはそこに飛び込んだ。初行では、ハテラスは、 その噴火口で死亡する。これに対し、編集者ジュール・エッツェルが猛烈な体験から、ハテラスが生きながら狂気に陥り、イギリスに戻ってきた後に、精神病患者の保護施設に送られたという内容に書き直すよう進めた。北極の洞窟の中で自身の魂を失い、ハテラスは二度と言葉を話すことができなくなった。彼は余生を、 中堅のデュークと共に保護施設内を歩き回って過ごすこととなる。世界に対し沈黙し声も聞かなかったが、ハテラスは無軌道に歩き回っていたわけではなかった。小説の最後は、ハテラス船長は永遠に北に向かって歩き続けたという文で締めくくられている。ジョン・ハテラス・ニューアメリカの地図ニューアメリカとは、北極海のエルズミーア島の北部に浮かぶ巨大な島であり、 ジョン・ハテラス船長と隊員たちによって発見された。西岸に、ビクトリア湾、ワシントン岬、ジョンソン島、ベル山、プロビデンス要塞があり、北部には、オルタモント港がある。ベルヌの創作の多くにあるように、小説が書かれた時代の科学的知識に基づいた、北極の地理だけでなく、未来の発見を予知するような記述を含んでいる。 エルズミーア島は1852年に再発見され、エドワード・オーガスタス・イングルフィールドにより名付けられた。さらにその後、1860年から1861年にかけてアイザック・イスラエル・ヘイズがエルズミーア島を探検した。本作の出版から40年後の1906年、ロバート・ピアリーが黒川島を北緯83度付近で見たと主張し、1909年には、 フレデリック・クックがブラッドリー島を北緯85度で発見したが、どちらもベルヌのニューアメリカの範囲である。クックの航路はおそらくベルヌの作品に刺激を受けている。この島はアメリカの探検家で、この島に初めて上陸した人物であるアルタモント船長により名付けられた。小説ではニューアメリカがアメリカ合衆国の領土として主張されているかどうかは、 定かではない。ウィリアム・ブッチャーが指摘するように、アメリカのアラスカ購入について、ザ・ファーカントリーで書いており、リンカーン島は、神秘の島でアメリカが占有する提案がなされている。実際に、削除されたジョン・ブルージョナサンという章では、ハテラスとアルタモントが、ニューアメリカがどちらの祖国に属するかを争う場面がある。ありがとうございます。